さあいよいよこれから選手が入場してまいります。17位のサンフレッチェ広島、現在勝ち点が15です。14位のヴァンフォーレ甲府、現在勝ち点が20です。まあ、その差5ポイント、イニシアチブを取ることに成功しています、サンフレッチェ広島。この辺前からいいですね、はい、ディフェンス。甲府がボールを失いました。チャンスは広島、ズーン、ちょっと裏目になりましたが、右からフォロー、シュート、うん。まあ、最後は浮いてしまいましたが、2番上がってきました。はい、ようやく左に開いて事なきを得て、阿部縦につけることができました。ロペス、さあチャンス、シュート、うん、右、はい、今最後は右に外れましたが、柴崎際どいですね、はい、チャンスか、足を出して三輪、そして、うん、うわー強い、ポストもう一回シュート体勢、シュート、うん、パトリックのシュートはポストが阻みました。甲府はこのまま時間を進めていきたい。そしてできることなら先取点、どうだ、キーパーが振り向きざま、今日初めてのシュートじゃないですか、これ。なかなかボールが出なかったが、今松橋持つ、さあ今度は中に入ってくる、入れたボールに裏からバタバー、決定機を逃しました。しかしいい裏取り、はい、最終的にはリース、これは吉田さん、見事な攻撃じゃないですか、はい、そうですね、後方からね、斜めに入ってきて、スペース入ってきましたよね、決定機ですよ、はい、さあチャンスを作るぞ、青山に渡す、青山が前を見る、そしてショートパス、アンデルソン・ロペス仕掛けて、そのまま入れる、どうだ、シュート、やった、先制、広島先取点、見事に決めました。最後これ柴崎ですか、そうですよね、70分の得点で1対0、広島がまずは1点リード。ロペス選手の左サイドの我慢強いドリブルからのシュート効きました、はい、けどもその前の青山選手のスルーですよね、あれが効きましたよね、はい、でその後分厚く攻めました、はい、なかなか点が取れない、何か甲府のその何かこうちょっと最後の詰めの甘さを、いや素晴らしいチャンス、ロペス1対1、ロペスそのまま独走、ロペスフィニッシュ、キーパー決まんないか、おー、運んで運んで時間を費やして高橋、いよいよ3分を経過、そして今長いホイッスル、大歓声、大きな大きな歓声の中、ホーム今シーズン初白星、サンフレッチェ広島勝ち点3をゲット。